魚介のサラダが売り切れてました。あ、本ですか。おー、来た、ね、来た。いやどうしよう、迷うな、迷うな。これもいいけど、これもいいけど、これもいいけど、待て待て待て。いやでもね、俺これにしようか。いや、乾杯しましょう。じゃあ、おかちゃん、おっす、こやくん、勝利おめでとう。かなちゃん、ナイスファイト、おめでとう。ありがとうございます。機会も含めて。はい、乾杯。先生おめでとうございます。乾杯。乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。念願の先祖会。ようやくだ。ようやくだ。そうだね。休みの日何やってるの？休みの日何やってるの？いや、格闘技。今やってない。格闘技やってるね、練習やってるね。毎日あ、もう本当に、あ、もう休もうって思った時に休む。あ、じゃあオフって決めてない、決めてない。あ、そうなんだ。この日を休むとか、毎週何曜日休むとか決めてない。あ、そうなんだ。まあ、曜日にこだわれてない。まあ、もう何も決めてない。自分の体の感覚で、そうそう、体調がやばかったら休む。へえ。いや、早いですね。めちゃめちゃ早い。何時起きるの？だいたい7時、6、7、8のそこら辺に起きる。めっちゃ早いっすね。絶対そこの辺に起きる。6時に起きることもあるんですか？もう全然起きない。そういうのはもう目覚ましかけてかっかけない。あ、まあ、いいっすね。夜何時寝るの？夜何時寝るの？寝るのはでも遅いよ。12時過ぎだね、確実に。1時とか早いよ。1時、2時、1時、2時ぐらいかな。え、それで6時起きるんですか？5時間ぐらいしか寝てないじゃん。そこから道場行くんですか？そこから大体そうだね。いつも頭が練習して、まあ、できるときは、例えば、大阪さんと、そしたらこうやってやったりとか、あのみんなでやるときはみんなでやったりとか、でやって、どっか行って、で、最後、寝る前にストレッチ1時間ぐらいでやって、長いときはもちろんやるから。毎日。すごいですね。それを毎日。はい、なんか息抜きみたいな。ないですか？それを、あ、それを言ってね。あ、本当ですか？あ、全然苦じゃないから別に。プラスになってるから、ね。ああ、すごいな。すごいよ。すごい。終わってない。終わってない。すごい、すごいと思ってない。いや、本当だ。いや、センターすごいよ。でも、なんかこういう戦争の生態って俺すごい気になってたから。確かに。今日なんか聞けて嬉しいです。確かに。これ多分回りますよ。戦争の生態っていいですね。絶対バカにしてるよね。だってもうニタニタしてるもん。そうなんだ。違う違う。ニタニタ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 。目がなんか泳いでるのだからもう分かるじゃん、やっぱさ。それが一番楽なの。毎日乗ってます。何が？何ルーティン。一番毎日同じ朝ごはんと夜ごはん食べてるのですごいわかります。なんか続けることの方がやめることの方が難しい。考えなくていいじゃん。わかります。わかります。今日何やんなきゃとか、ね、今日はこうしなきゃとか、1時間後2時間後何やろうかって考えるの。すごい。考える時間すごい使う。考える。声をじゃあ朝夜毎日同じの食べてる。すごいね。いや、減量中だったら決まるのわかるんですけど、別に減量しなかったらなんか今日はあれ食べてえなみたいなあるじゃん。どうでしょう。あ、でもそれは自分昼食べてるんで。あ、そういうことで、減量になるとその3食とも全部毎日同じ。あ、それはわかる。うん、俺もなんか減量中でもたまに今日はいいやつシェフリップが食べてる。
さすがっすね。ありがとうございます。さすがっすね。ありがとうございます。今入ったかな。入ってるでしょ。はい、声がやめるね。ありがとうございます。素だからいいよ声。いや本当なの。結構ボケてますよ。こうやってね、本当にいいよ。こうやくよ。こうやはいいよね。いや、まっすぐでさ。こうやいい。こうやくは本当にいい。こうやく一番好きです。楽しかったです。あれ？2番目。やった。カンナ。さあ遊ぶよ。俺も遊ぶけど。だってさ、あれなんですよ。ご飯行って、これどうする？いやちょっと知り合いで遊ぶ。ああ、そうそうそう。よくあるじゃん。あ、よくあるよくある。マジで。すげえ。いいよ。マジで。いや、カンナちゃんからいいところからいいっす。カンナちゃんはよくあるよ。マジで。遊んでます。ね。ちゃんと遊んでる。本当遊んでるよ。自分と先生さんあんま遊ばないっす。遊ばないね、もう。遊ばない。これが、これは遊びなかった。今ですか？今、いや、今だからその。ああ、このフラパウが、それすごいっすね。これ練習とトレーニング全然遊びじゃないんですけど。いやいや、苦行、苦行。苦行でしょ？俺もそうだ。本当っすか？俺も苦行なんだ。苦行でも、苦行を超えるっていうのが遊びだ。ちょっとまだその段階まで行けてないな。苦行を超えるっていうのが楽しいじゃん。だって自分が成長するから。いやそこまでいけてない。ただしんどいって感じ。そんなことない。結構勝ったら嬉しいみたいな。だってめちゃめちゃ成長してるじゃん、格闘技やることに。人間性がめちゃめちゃ人間的にさ成長してるじゃん。そう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 。遊びますけど俺も遊ぶんですよ。日曜日死ぬほど遊びますよ。釣りしたいバーベキュー。そう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 。俺もでも、もうめちゃめちゃ遊びに来たから。そうそう。遊ぶ自分が嫌だったもん。もうやっぱ面白くないな。お酒も飲まないし、お酒も飲むんだし。こんなに好きやったのに、俺センさんと楽しみだったんだから。なんで、本当なんでこっちやったの？どっかで間違えちゃった。いや俺はなんでやったんだろう。先導さんみたいに悟りを開きたいな。修行僧みたいだね。ほらまた今バカにしたくないんだね。そんなない。そんなない悟り開きたいながらね。ニヤニヤさんでもでも苦行が趣味とか楽しみとか遊びっていうところまで消化できてないから。辛いじゃん。辛いよね。辛いですけどちょっと辛い。やめらんないです。いや、辛いことのあんまり試合しなくてもずっと練習できるんで。辛いでしょ。辛いでしょ。まあまあでも練習しない自分の方が辛い。そう、なんか嫌いで自分嫌いになっちゃう。それが辛いです。練習してる自分が好きなんで。やっぱりやめらんないです。自分のこと好きに。すごい。すごいね。試合やるとダメージのために練習できないのが自分嫌なんです。どんどんこう自己嫌悪みたいになってくる。勝った後でも自己嫌悪になってくる。俺そのこと一回もなことない。練習してないの好きだな。好きだ。それも分かる。逆に俺日曜日遊ばないと平日の練習頑張るよ。月曜から頑張る。どうでしょう。そう、本当そう。本当、俺はそうなんですよ。だからオフのない先導さんすごすぎます。せいさんどうしたパワーやすい一番に。いや、いいよ。やっぱね、でも後輩たち可愛いっすよ。後輩たち可愛いっすね。めちゃめちゃね、みんな可愛い。いい子じゃないですか。いや、本当いい子でね。カンナですか。カンナのことかな。荒野とか。本当にそう。本当にいいもん。カンナは趣味何ですか。趣味なんか練習ですか。練習以外は自分も格闘技以外ですよ。自分を高める。ああ、でも笑ってない。俺だって公約が言う前に伝わるから、そのまま俺言ってみようかなと思ったね。あるあるある。なんすかなんすか。え、気になる。めっちゃ気になる。最近だったらなんか勉強したりする。何の？何の？天童先輩。何の？天童さん本当すごい。何の？でもそれが楽しいじゃん。え、何の勉強するんですか。だから例えばあの食事だったり栄養だったりそういうことかとか
まあ、でもね、俺もう一日中俺考えてんだよ。何ですか？あの、なんだろう、その捉え方っていう。あ、なんだろう。これ難しいんだな。捉え方っていうの。ああ、でも、あ、でも、捉え方っていうの。ずっとね、ずっとそう、自分が何をやったら、あの、一番こう、そう、幸せな、幸せかなっていうのをずっと考えて。どう受け止める、どうしたら全部受け止められるか。自分多分10年後、鈴蔵さんみたいな。いや、なりそうだね。なりそう。それを常に考えて。ちゃんと赤野さんには何だっけ。おい、10年後こうなってるから。やめれって言われた。まあ、これ怖くないですか。俺、やめれなくなるのは怖いから、来年やめようと思って。本当にやめる。やめる。やめる。マジ来年絶対やめる。いいっすか、やめる。やめていいっすか。ダメです。あ、もうガチなんだ。ガチガチ。何が言いたいの？だって辞めるってことはさ、他に何かやりたいことある。そうですね。あります。何やりたい？グラビアアイドルか。それ今でもできるし、別にやろうと思えば。今やれるじゃん、そんなの。でも、ハンナは分かりますよ。ないよ。格闘技の人生と、ハンナ普通に結婚して普通の女としての人生、どっちも楽しみたい。ああ、それはあるね。そう。普通の人としての人生を楽しみたい。ああ、それはそうだよ。それは俺も。でも、ちっちゃい時からだよね。格闘技がある生活しか今知らない。なんか一般人からしたら、何も知らないで行ってきたみたいな感じで。格闘技しかできないみたいな。それしか知らない。まあ、でも生まれてる。自分がそう思ってるんで、普通に格闘技もない、全くない。もういや、でも分かる。言いたいことめちゃくちゃ分かる。もう、それもそれで大丈夫。どこら辺までやりたい？あ、そうなの？いや、本当やれるなんて言うなよ。自分が言ってるのに。ちょっと濁したからね、今。濁したから全部勝手に。ここだけ。いや、ちょっとしかやらない。もうあと本当にもう、ちょっとでやめようと思ってたけど、でも今ここまで来て、ベルトもまだないし、ちょっとそれもね、無責任だなと思って、もうちょいやりたいけど。長くは続かないなって思いますね。絶対続かないよ。え、親、うん、一緒やってないでしょ。うん、でも試合は無理ですね。試合はもう長くはできないです。勝った試合とかでもダメージひどい時とかって、これは試合は長く続けられない。寿命を削って対価をいただく仕事だからさ。そうなんですよ。そのまま格闘技とね、一緒にね、取り遂げるっていう人生の人生もうちょっと行きたいですね。そうだね、と思いません？死んでもおかしくない。まあ長く続ければ続けるほど寿命は減っていく。まあでも試合行くときはそういうもう命はあの捧げるっていうか委ねますっていう感じです。あ、なんか好きにどうぞ。次何でやったの？そういうのあるの？全然関係ない。何でもできるから、ね。いや、そんなことないですよ。何でもできるよ、ちゃんと。俺と出せなくて。今すかそれよ。今すかそれよ、ドバイス。